皆様こんにちは、山芋です。本日はモンスターハンターライズ DLC パックの第4弾が追加されましたので、本日はそちらをご紹介していきたいと思います。ちなみにですが、第1弾から第3弾まで全て購入しておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。では早速購入からしていきたいと思います。はい、こちらですね。今回も2500円となります。第4弾は和風のものがすごく多くなっていますね。ボイスはカゲロウさんとロンディーネ、サマーバージョンの曲が入ってるのですごく楽しみです。単品で購入の場合は3150円ですので、セットで買う方が650円お得になります。ではすべて購入していきます。追加コンテンツはこちらの郵便屋さんから受け取ってください。すべてこうチェックをしていかないとアイテムボックスに入っていません。はい、すべてゲットしました。では早速見ていきます。気になるボイスから見ていきます。カゲロウさんから。おお。さすがですな。それがしにお任せあれ。里の恩義に報いる時、カゲロウ参上です。お見知りおきを。いいですね。次ロンディーネ行きます。元気かい。賞賛に値する。このロンディーネに挑むつもりかい。交易はロマンだ。我が名はロンディーネ。元気かい。まあ、いろんなボイスが収録されていると思いますので、また別の動画でボイスの方はご紹介したいと思います。では次に気になっている髪型を見ていきたいと思います。今までは2つずつねダウンロードが来ていたんですが、第4弾は髪型が1つだけですね。あ、かわいい。ヘアバンド&ボブっていう名前なんですけど、ヘアバンドっていうかカチューブみたいになってますね。これ色は変えれないのかな。カラー設定で髪の毛だけで、カチューシャのところは黒って決まってるっぽいですね。でも可愛い。髪の毛黒くするとちょっとわかりにくいのかな。続いてはペイントを見ていきます。追加されているのは2つです。2つのこのカースフレームというものと、この目ですね。サードアイ。サードアイいいんじゃないですか。ちょっと色を濃くしていきたいな。ちょっとわかりやすい色に変えました。ちょっと位置を変えてみますね。あ、唇にするとちょっと、なんかエキゾチックな感じになりますね。ちょっとなんかあれですね。あ、目とかにも、あえてね、目に被せるパターンもできそう。あ、結構大きくなりますね。あ、すごい。あ、面白いですね。いろんなところにすることができる。まあでも、おでこにするのが一番いいのかもしれないですけどね。目の方気になっちゃったんですけど、こっちもね、結構位置変えれるけど、目のところがちゃんと空いてるんで、場所はここの方がいいのかもしれないですね。あ、小さくしてもいいかも。ちょっと発光させよう。ちょっとまたいつも通り面白い感じになっちゃいましたね。すごいおしゃれな模様だ。では今からお洋服を見ていきます。これですね。染め花シリーズ。ん?あー、これついにだ。前の時に、このお面が正面で横につけれたら絶対に可愛いのにってもうみんな言ってたんですよ。それが叶ったんだ。すごい。ちょっと私ピンクにしちゃってるんだけども、腰がないんですよね。これちょっと全部一色にした方がいいのかな。重ね着の装飾をデフォルトカラーにしたい。はあ、かわいい。戻ります。え、めっちゃかわいい。ちょっと装備置いてこよう。テントウムシがすごい邪魔。私今腕つけてくるの忘れちゃってたんですけど、腕つけるとこんな感じですね。で、尻尾つけちゃったままなんですけど、いや、かわいいなこれ。下駄履いてるし、なんか下駄の後ろも可愛いし、この模様も、朝顔の模様かな?めっちゃ可愛い。やっぱハンターだからね、この、袖が邪魔にならないように、すごい、ハンター仕様な浴衣になってるんですよ。この帯も可愛いし、なんか帯留めみたいなのも可愛いし、ちょっと、帯留めじゃないか、なんか飾りが可愛い。この頭のやつも、浴衣と同じ模様がついてるんだ。この浴衣を買うためだけにこのパック買ってもいいかもしれない。じゃあ次、お供。これか。あ、ちょっとね、もともとの猫が、ちょっとね、ぶっちゃいくなんですけど、え、これ、かわいいぞ。ちょっとデフォルトカラーに変えます。あ、渋い。あ、でピンクの方がかわいいな。
デフォルトカラーで一応、あ、でもちょっと、色を変えると、お花の模様がくっきり出る。かわいい。続いてガルクですね。これも、これだ。あ、ちょっと、待って待って、頭外した方が、わかりやすいね。ちょっと頭全部外そうかな。あ、装備外しても元々がちょっと派手だったの忘れてましたね。今、オレンジ色なんで、デフォルトカラーに、わ、渋。青いですね。あ、わ、色変えてもかわいい。かわいいですね。なんか赤とか、あ、なんか、いいですね。この色なんかちゃんと2色に分かれてる感じがしていい。これもかわいいかも。うわー、かわいい。あ、こっち向いてんの。かわいい。浴衣だよ。シーコン。かわいいよ。ちょっとね、口が気になっちゃって、髪の毛もね、ちょっとあれだったんだけど。かわいいよ。ちょっと待って、草履履いてるんだ。猫なのに。すごい。足の先っちょしかね、ちょっと草履入ってないんだけど、かかと浮いちゃってるけど、めちゃかわいい。後ろも武器置いてくればよかったな。いいよ、二人とも。はい、続いては、福づくですね。はい、今私は、ダウンロードパック3の翼竜、ちびっこ翼竜ちゃんがついてて、めっちゃ可愛いんですけど、今回のダウンロードパックの4は、着替え、夏色セーラーとペンギンキッズですね。ペンギンが飛ぶのかっていう話にもなってくるんですけども、まず夏色セーラーからドン。実にキュートだって今言ってたんだけど、そうだった。この子もともとフクロウだったんですよね。もう翼竜だったからちょっとびっくりしちゃったんだけど、あ、首かしげちゃってる。帽子とこのなんか AD というかもうちょっとセーラー服着てるけど、セーラー服は着てないな。かわいいなぁ。これはちょっと想像よりもデンってしてる。じゃあ次、気になるペンギン。うわ、ペンギンだ。多分これ私デフォルトカラーじゃないんですよね。めっちゃ可愛い。ちょっとカラーデフォルトはどんなんだったっけ。あ、デフォルトは白なんだ。で、私がちょっと黒っぽく翼竜の時にしてたんだ。え、これ顔、待って待って、これ一括変更なんですけど、顔の色は変わらない。だったらこれ黒か白かしか選択肢がないんじゃないかな。あえてグレーにします。いや、黒にしよう。あ、カラー2ってあるわ。いやちょっと顔の周りは黒って決まってるんだね。そっか、そうじゃないとペンギンじゃなくなっちゃうのかな。いや、わかんないけど、餌をあげよう。愛おしいね。これは愛おしいわ。あ、こっち見てるね。あー、かわいい。めっちゃ見てる。もう一回餌あげよう。あ、喜んでる。おいしいって。すごい。あんまりこの袋を使わないんじゃないかなって思うけど、でもクエスト終わった時に飛んできてくれるじゃないですか、あの最後の画面の時に。あの時に袋来たらちょっとテンション上がりますよね。続いて見ていくのはジェスチャーですね。新しく追加されたジェスチャーは、あ、二つだ。一個だと思ってた。伝統的な踊り1と伝統的な踊り2ですね。まず1。これぞロマンだ。これぞロマンだ。これは阿波踊りかな？阿波踊りをしている。あ、後ろの猫も踊ってる。これすごい。なんかハンターって体がいかついんで、ものすごい迫力ありますね。女の子だけどめっちゃいかつい。うわ、やってる。猫も踊ってる。犬はなんかギリギリな感じなんだけど。え、これめっちゃ良くないですか？ちょっと待って。行くよ。え、どこ行くの？ちょっと待って。マスターしたんだ。やばい。踊ってる。どんどん近づいてくるんだ、これ。すごい。笑顔なんですね、しかも。楽しそうだ。いや、これは買っていい。これは買っていいですよ、このダンス。
あ、テンション上がるな。ちょ、2が気になるな。2が気になる。早く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 。動いちゃうから、動いちゃうから。あ、盆踊りだ。盆踊りですね、これは。わあ、すごい。わ、女性らしいね、盆踊り。これ男の人もこれなのかな？すごい気になるな。あ、めっちゃいい。盆踊りだー。いや、この夏パックすごいな。めっちゃ前進んでいくし。いや、これ移動するとき、ね、この踊りで追いかけていったらいいよね。じゃあ残りはスタンプと BGM なんですけども、スタンプから見ていこうかな。チャットメニューの中にあるスタンプですね。スタンプね、あんまり私使ってなくて、結局購入しても全然なんですけど、今回増えてるのは、ここだ。この手書きのやつですね。かわいい。あ、いい。なにこのかわいい。これめっちゃいい。あー、なるほど。あ、これとか使えそう。何入れよう。悩むな。死んだの？みたいな。またゆっくり考えを入れるの。では BGM ですね。自宅に帰ってきましたので、BGM。ちょっと他の音を消して BGM を確認しようかな。BGM はここで変えることができます。オプションのオーディオですね。ちょっと他の人たちの音が入るのはちょっとあれなので、NPC やプレイヤーボイス、SE や UI 音量もすべてオフにして音楽を聴いていきたいと思います。はい、今はもうね、BGM だけの世界。では私も BGM が流れている間、しっかり黙って一曲まるまる聴いていきたいと思います。里の音楽でいいですかね。何曲まず入ってるか。ここだ、びっくりマーク。4曲入ってます。カムラのたたえ歌サマーバージョン。勇ましい狩人サマーバージョン。お友達サマーバージョン。うまうま団子作りの歌サマーバージョン。では、お送りします。サマーバージョン。
じゃあ修練場の曲を勇ましカリュードサマーバージョンでセッティングしていきたいと思います。では音も広場の音楽をお友達サマーバージョンに変えていきます。最後集会所の曲をうまうま団子作り歌サマーバージョンに変えていきたいと思います。みんな見たリルレラソーレ、リンセット
はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。今回のダウンロードパックもなかなか良かったので、ぜひ皆さんも購入してみてください。この重ね着すごくいいし、 BGM はまあ好き好みがあるかもしれないんですけど、うさ団子はめちゃくちゃ私の好みでした。なかなかモンスターの追加が来ないですが、こういうお洋服とか着て狩りをたくさんしてテンション上げていけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またライブ配信もしておりますので、よかったら遊びに来てください。バイバイ。